はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、キロマッキーです。はい、今日は2ヶ月間筋トレを継続してきたその結果発表をしたいと思います。はい、別の動画で2020年こんなことを始めてましたというタイトルで動画を上げているんですけれども、よかったらその動画を見てもらえると今回の動画の内容がスッと入ってくるのかなと思いますので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。で、すいません、今回もこのようにねちょっと台本を作ってますので、これを見ながらちょっとお話をさせていただければと思います。はい、で、その以前の動画の方で筋トレを始めたきっかけというのをお話ししているんですけれども、今回ちょっと簡単にまた改めてご説明しますと、まあダイエットと健康面に意識を傾けたというところが大きなところであります。まあ最終的には腹筋をバキバキにして毎日元気で活力のある生活を送るっていうのが、まあ最終的な目標になるのかなと思ってます。で、2020年の1月、今年の1月から筋トレをスタートしまして、約2ヶ月間週 2,3 回の筋トレというのを継続してきたわけなんですけれども、その具体的なトレーニング内容というのはここでは詳しくはお話ししないんですけれども、まあ基本的には全身をマシントレーニングメインで鍛えるような形で、まずは軽く有酸素運動をしてから、次腕と足、これをマシンでトレーニングします。で、あと腹筋をして、最後また有酸素運動で終わるっていう形で、まあマシンの方はだいたい10回を3セットっていう感じで、まあ無理のない程度で継続してきたっていう感じですね。まあそんなに長い時間やるわけではなくて、全部で約1時間、まあ1時間かからないぐらい、そのぐらいの時間帯でまあやることを意識してました。あと食事に関してもですね、ここでは詳しくはお話ししないんですけれども、平日はダイエットとか筋肉を意識した食事っていうものに気を使って、土日は好きなものを食べるという感じで、特に無理することもなく、厳しい食事制限とかっていうのもしないようにやってきました。で、一応ですね、あの別の動画の方で上げた筋トレ前の僕の画像っていうのが、こちらになります。これは去年の12月、本当筋トレ直前の時の画像ですね。顔パンパンだし、首つながってもう本当に見るに耐えないです。はい、このパンパンの顔をですね、なんとかしたくてですね、筋トレを始めたと言っても過言ではありません。というわけで、そのトレーニングと食事も加味した上で結果の方を発表していきたいと思います。で、僕の通っているジムでは体組成分析カルテっていう、あの機械に乗っているだけで体の筋肉量とか脂肪量とかの様々な体の状態を数値化してくれて、それをあのこういった紙、まあこれが実物なんですけど、こういった紙にまとめてくださるんですけれども、なので今回はこの数値というものを判断材料としてお伝えしていこうと思います。それでは早速じゃあお伝えしていこうと思うんですけど、まずは体重、筋肉量、脂肪っていう観点からお伝えしていこうと思います。それがこちら、まず体重に関しては前回が 61.1 で、今回は 60.4 で 0.7 の減で、筋肉量が前回 43.9 で今回は 44.8 で 0.9 の増で、体脂肪量が前回 14.5 で今回は 12.8 で、1.7 の減、体脂肪率が前回 23.7 今回は 21.2 で 2.5 の減という結果でした。まあ数値的にはそこまであの大きな変化っていうものはないんですけど、まああの初めての測定っていうところで体重と脂肪が減って筋肉量が増えているっていうのは、まあ僕の中ではまあ理想の結果になったんじゃないかなって思っています。ただまだまだ目標値とか平均値ですら届いてないあの雑魚なんで、あの今後もねしっかり継続していこうかなと思っています。例えばこの部位別筋肉量の推移を見てもらうと、あのどの部位も標準以下っていうのがあの一目瞭然なんで、あのここはね、あの徐々に徐々にでもいいんで、少しずつあの数値をどんどん上げていければなと思っております。で、まだいろいろな数値が出ていて、ついでなんで、一つちょっとお見せしたいのが、こちらは肥満度を測定した数値になると思うんですけど、あの BMI ってたまに耳にすることはあると思うんですけど、これがわずかに減ってますね。で、下にちょっと表があって、その隣の総表みたいな
ちょっとね見てもらいたいんですけど、ちょっとこれ読みますね。であなたは脂肪型ですと。はい、身長に対する体重かっこ BMI は適正範囲にあります。ただし体脂肪率が適正範囲を上回っており、さらに体脂肪が高くなると隠れ肥満と判定されます。ちょっとショックですね。でざーっとあって、あと筋肉量を維持しながら体脂肪を減少させることですと書いてあるんですね。はい、すごくね親切で丁寧な説明がね書いてあるんですけど、心にねちょっとグサッと刺さりますね。はい、頑張りたいと思います。でジム行く前の体の写真というのをうっかり撮り忘れてしまったんですよね。今現在の体というのが、こちらになります。はい、非常にですね、なんともコメントしづらい微妙な体になってますね。あのこれねちょっと皆さんにお見せしようか迷ったんですけど、数値をご説明してるし体を出さないわけにもいかないだろうなと思ったので出しました。まあまだまだ筋トレ始まったばっかなんで、これからねバッキバキのムッキムキになりたいなと思います。はい、まだね全然美しくもなんともない体なんで、なんでこんなもん見せんだよっていう方にはね大変申し訳ございませんが、はいはい。というわけで今回はこちらのカルテをもとに2ヶ月間の筋トレの結果というものをお伝えしてきました。で数値で比較ができると目標も定めやすくなって、トレーニングにもより身が入りますよね。僕もまだまだ貧弱なんで、トレーニングをね継続してバキバキの細マッチョ目指していきたいと思います。で今回2ヶ月トレーニングしてきて、僕は本当限界まで追い込んだりとかはしてないですし、時間もなるべく短く筋トレを楽しむことができる範囲でやっているので、それが今のモチベーションにもつながっていると思いますし、トレーニングを継続できている秘訣にもなっているんじゃないかって思っております。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思いますが、今後もこちらのカルテを使ったトレーニングの成果報告であったり、あと食事にも気を使っているところありますので、そういったお話とかもできたらなと思っておりますので、よかったら見ていただければと思います。この動画が良かったと思った方はグッド評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。僕もまだまだ筋トレ初心者なんで、おすすめのトレーニングであったり、おすすめの食事であったり、様々な筋トレに関わるような情報とかもコメントでいただければ嬉しいです。 Twitter、Instagram もやってますので、よかったらフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、マッスル。